はい、こんにちは。今回ですね、数間違えてるかな、これ。9は合ってるかな。虚構推理、アニメ虚構推理の第9話ですね、個人七瀬攻略議会、の、そうですね、感想とかをね、だらだら喋っていこうかなと思います。今回そんなに話すことはないんですけど、せっかくね、ここまで始めちゃったんで、やっていこうかなと思いますね。今回の話はですね、全体的な流れとしてはですね、すごいシンプルですね。ネット上で、荒神七瀬って本当にいるの？っていう議論をですね、ことこが始めて、で、黒は黒で、荒神七瀬が人を襲わないようにですね、現実で戦っているという、形になります。で、総合的にね、見るとですね、黒の戦いは、スパイスに過ぎずにですね、今回の見どころはやはりこの、攻略議会なんですけど、このやり取りを見てですね、裁判員裁判の映画みたいなっていうふうに思いましたね。見たことない人にもね、おすすめしたいんですけどね、海外のやつだと映画12人のイカれる男っていうね、ものとですね、あと三谷幸喜がですね、日本の映画でですね、12人の優しい日本人っていうのを作ってですね、裁判員裁判、陪審裁判員裁判で、どっち有罪なのか無罪なのかよくわからないっていう、裁判を、それぞれのね、12人の裁判員、陪審員たちがですね、いや、こういう観点からこいつがこういう方向をしたからこいつ有罪ちゃうみたいなのね、けんけんがくがくと、するっていう映画があって、これがとても面白いんですよね。これが今回のですね、虚構推理のですね、こういう風な切り口で考えたら説明できるんじゃない？っていうようなね、相手を説得するような、推理とすごく近かったので、今回の話がね、面白いと思った人はですね、向いてるんじゃないかなというふうに思います。で、個人的にはただこの今回の話、別に黒がこの議会と同時並行でやる戦う必要はあんまりなかったんじゃないかなというふうに、思ったので、個人的には何ていうの、議会をもうちょっと早めにやってても別に問題なかったので、この同時に始めた必然性みたいなのが、次回で回収されると嬉しいなというふうに思いました。そんなところですかね。で、とりあえずは次のね、男の手を見守りたいなっていう話で、次回に続くっていう感じでした。以上ですね。で、ここ好きというか、部分的に気になったところをね、眺めていこうかなと思うんですけど、まずその議会が勃発ですね。ことこが始めたんですけど、荒神七瀬って本当にいるの？みたいなね、ことをね、投げかけてですね。で、いろんな人がそれを見てる、見て、ネット上のものなんですけど、見てるところ前で、実はこういう、犯人がおって、仮説第一ですね、4つ考えましたってですね、1つがですね、荒神七瀬は計画殺人のためのデマ、なんじゃないかなっていうね、用意周到な計画殺人のためのデマなんじゃないっていうような、多分なんていうか、こう大蛇の時もそうなんですけど、明らかに棄却されるというか、却下されるであろうというね、仮説を立ててですね、実は犯人が自分の正体を隠すために荒神七瀬の噂を流して、こういうことをね、目論んだんだよっていうね、リアリティの全然ないような推理をね、披露するんですけど、それでもですね、ある程度のね、支持を得られたということでですね、ちょっと荒神七瀬の力がね、弱まるというね、現象が起きるんですけど、いや、そんなことねえよ、荒神七瀬はこんなやつだったよみたいなね、コメントでですね、流れがね、引き戻されてしまってですね、で、荒神七瀬の力をね、復活してしまうんですけど、これにはその立花さん側も運命を変える力を持っているので、苦労のね、力だけではですね、流れを完全には変えられずに、荒神七瀬を無効化するには至らなかったという、流れなんじゃないかなというふうに思いますね。ネット上のね、論争やとすると、この辺のそのやり取りに関してはですね、普通にこう、ソースを要求されると思うんですけど、特に今回のですね、ブロックを使ったトリックとかですね、ちょっと文字で起こしてもイメージつかないんで、指示得られるっていうのは結構ね、難しいんですけど、ね、寝てる時間があったんやったら、何か写真とか画像、リンクとかを作ってですね、位置関係を説明したものとかですね、数字とかですね、絵とかで分かりやすいものを、提示すればですね、ね、ある程度のこう流れを変えれるようにもっとね、なったんじゃないかなと思うんですけど、何の準備もせずに無か無にしては、かなりこうね、イメージしにくい
ものなんじゃないかなというふうに思いましたね。で、ネットやと絶対これソースはって言われると思うんですよね。逆にこの、いやそんなことねえよ、個人のアセは目の前で消えたよみたいな発言に関しても、なんかこう、証拠がなかったらなんかたわごとみたいに流されると思うんですけど、まあ、そのあたりはおそらくはその運命をね、未来を引っ張ってくる力のおかげでですね、その発言がですね引っ張られていくという形になったんで、ちょっとこう今後のね自然な流れっていうのをこっちから読めない形になってしまったんですけど、まあ戦ってるね黒先輩なんですけど、まあ後陣七瀬のね存在力が弱まることによって、ね後陣七瀬が弱くなるってなるんですけど、ある程度弱まって倒せるんやったら、なんかこうそれでもう倒しちゃったら大丈夫なんじゃないと思うんですけど、なんかそのあたりのやり取りがよくわかんないですね。強靭な力を得てるんやけど、頑張れば物理で倒せるんやったら物理で倒したらいいんじゃないってなるんですけど、その議会とどう現実がリンクしてるのかよくわからないんで、これも何のために戦ってるのかちょっといまいち分かりにくくてですね、個人的にはなんかこうこのあらゆるいろんなシチュエーションでこの2人が戦って片方が明らかに死んでるようなねカットがたくさんあるっていうのは、これ普通に撮影して流すだけでですね、あ、こじなんせこれやらせじゃんって、なるんじゃないかなとか、思ったりするんですけど、ね、っていうかまあそれ以外にこのタイミングで議会を始めた理由はよくわかんないんですけど、そのあたりがこう次回ね回収されたら嬉しいなと。まだ3つもね残ってるので、多分お姉さんの妹やったかな、お姉さんの、証言とかもね、関わってくると思いますし、なんでね寺田さんが後陣七瀬に出会うことができたのかとかもね、個人的には回収してほしいなって思ったりは、してますね。でもまあそのどういう風に動くかね読めないんで、まあ楽しみに待っておこうかなという風に思っています。今回は以上ですね。まあ、大したところもね話もねできなかったんですけど、まあ、バトルがあったせいで結構その飽きない、ね、会話だけで、しかも机上の空論喋ってるだけなのに飽きずに ね1時間1話分しっかり見せてくれるっていう意味では、なかなかやっぱり面白いなというふうに、思いましたね。はい、というわけで、次回もまあ楽しみにしておきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。